かる。機械で見てるの。うん、これはまあまあまあ。何を今やってますか？何これ？すごいね。後で何書いてるのか聞くからね。何聞く？何書いたんだろうね。変なおじさん。その草、すごいって知ってた？足元に生えている植物は宝物かもしれない。日本には7000種類以上の植物が生えています。実はすごくおいしい。たくさんの栄養が詰まってて、頑張る人や困っている人を応援する元気と癒しのハーブたち。身近な植物を使った文化は、食べ物だけじゃなく、暮らしに関わるたくさんの知恵として、おじいちゃん、おばあちゃんから口伝で営まれてきました。もっと、みんなで楽しみたい。地域を越えて、つながる。親しみのある経済も巡らせる。自然と生かし合う、これからの伝統と食卓を作ろう。植物の力をタブ L 伝統茶食べる。やらない理由はありますか？